ハサミハサミハサミ、ハサミ、先頭は、物を二つの刃で挟んで切断する道具である。ハサミとは、二つの刃で物を挟んで、切る道具である。形態としては、かしめが支点になっており、支点が刃、作用点と握りの中間にある、いわゆる、用刃サミと中間部がバネになっており、支点が刃から離れている、握り刃、サミ和ばサミがある。 助数詞には、手あるいは、蝶。読みはいずれも、蝶が用いられる。薄いまたは細いものの切断に用いられる。対象としては、糸や布、紙、金属箔、頭髪、リビ用、食材、キッチンバサミ、植物、農業、園芸用などがある。材質や葉の鋭利さ、大きさ、デザインは用途により異なる。詳細は、材質、用途で口実。 古代エジプトの壁画に、ハサミやピンなどが描かれている。また、紀元前千年頃の古代ニリシアのものとされるハサミが出土しており、古代から使われていたと考えられている。もともとは医療用もしくは、羊毛の収穫に使われており、当初は握りバサミが用いられていた。カシメブがある形式、日本で洋バサミと呼ばれている形式が登場したのは、 西洋では古代ローマ以降、東洋では同以降だと言われている。日本では六世紀に中国を通して伝わったと考えられており、この時代の古墳からの出土例もある。古代、中世には主に握りばさみが用いられ、また金属製のものの他に木製のハサミも作られていた。ただ祭壇などの用途には消灯が用いられていたため、ハサミの普及は職人や稼働など、 限定的なものであった。量産されるようになったのは、江戸時代から一般庶民に普及したのは、江戸時代末期から明治時代頃と言われる。明治時代から普及した背景には、衣服の様相化により、従来以上に複雑な布の裁断が用となったことが一因となっている。山の愛子の提唱により、毎年8月3日が、ハサミの日とされ、増上寺。 東京でハサミの供養が行われている。金目、シメめ部を持たない原始的な構造のハサミである。握りバサミは通常一枚の細長い金属板の両端に刃が付けられ、これを U 字型に曲げて中間部がバネ状にしてある。英語では、日本では和バサミとも呼ばれるが、日本で発明されたものではない。ただし、現在も広く生産。 使用されているのは日本のみである。だが日本でも現代は洋バサミが主流であり、和バサミが使用されるのは糸切りバサミやアメサ細工用などの限定された用途である。握りバサミは力を加えないと葉は開いている。手で両側から力を加えることで葉の部分が重なり合う構造となっており、2枚の葉が交わった部分が閉じていくことで間に挟んである紙や布などが 切断れる仕組みである。力学的には、手このうち、第三種手この構造を持ち、2枚の刃の部分が作用点、金属板が U 字型に曲げられた部分が支点、刃に近い持ち手の部分が力点となっている。握りバサミは使用していない時には、バネの力で刃は開いているが、安全のため先端の刃の部分を閉じた状態で覆う、キャップやカバー付きのものも存在する。 用バサミは通常二枚の細長い金属板が支点を中心軸として重なり合う構造となっており、それぞれの金属板の内側に向かって刃が付けられ、二枚の刃が交わった部分が閉じていくことで、間に挟んであるや布などが切断される仕組みである。構造的には、テコのうち第一種テコの構造を持ち、二枚の刃の部分が作用点、刃をつなげる部分が支点、 反対側の持ち手の部分が力点となる。用バサミは使用していない時には安全のため閉じて置かれることが多く、先端の刃の部分を覆うキャップやカバー付きのものも存在する。刃の接触点に洗断する力を集中するように、刃はわずかにひねられている。これをひねりと呼ぶ。また、切る対象によって、刃と刃の当たる角度を変えるために裏側に、隙と呼ばれる隙を作っている。 これによって例えば、髪の毛のような軽い材質でかつ、硬い表面のものでも切ることができる。正確に切らなければならないものほど、精密に調整した隙とひねりが必要である。なお、英語ではというが、金切りバサミやケーブルバサミなど、刃が柄に対して小さく、強力なものはと呼び分けている。ハサミは、切断工具であるため、硬い鋼を使ったものが多い。 一般の事務用、学校での工作用のものではサビに強いステンレスコーを使ったものが主流である。最近では表面にフッ素コート加工を施して糊やテープによるベタつきを防ぐ工夫をした商品を一般化している。子供用にはプラスチック製のハサミもある。特殊な用途向けに切断されるものに対して磁気の影響を及ぼすことがないように セラミックで作られたハサミもある。さらに、リビ用紙などが使用するハサミの高級品には、コバルト記号金製のものがある。通常のハサミは、右利き用に作られているが、左利き用のものも少数であるが市販されている。利き手と異なる向きに作られたハサミを使用するのは、困難が伴う。これは、ハサミの噛み合わせ部分に対する力の配分が逆になってしまうため、 噛み合わせ部分を広げる方向に力が入ってしまうからである。左利き用のハサミは、右利き用のハサミと完全に左右が反転した、総左と呼ばれるものと、持ち手の部分のみ左右が反転した足左と呼ばれるもの、噛み合わせ部分は、右利き用と同じがある。足左は、右利き用のハサミになれた人、すなわち、噛み合わせの力配分を、右利き用にしている人が、 持ち手の部分だけ左用にしたい場合に使われる。逆に足左に慣れている人は、そう左のハサミをうまく使いこなせない。これは足左のハサミの力の配分方法と、そう左のハサミの力の配分方法が反対になるからである。足左のハサミは本来の左利きのハサミとは違い、一種便利的なハサミであるため、市場に出回る量は少ない。なお 右利き用のハサミではあるが、右手、左手どちらでも持てるような、ユニバーサルデザインにしたハサミもある。足左のハサミと同じように使うことができる。次のようなものが市販されている。福岡市には、博多バサミがある。伝統工芸品であるが和バサミではなく、かしめ付きで洋バサミに近い。鎌倉時代に、南宋商人の釈国明が、中国のハサミを日本へ伝え、 刀バサミと呼ばれたことに始まる。幕末に、刀鍛冶だった安高地薄毛が刀ミを作るようになり、明治維新後の配当令でハサミ作りに転業する刀鍛冶が相次いだ。薄毛の弟子である高柳亀吉が、明治二十年に博多バサミと称するようにな。2017年に、その製作技術が国の無形民族文化財に選ばれたが、現役の職人は一人で、 後継者がいない状況である。日本においては、所持には法律による規制がある。正当な理由を持たずに隠して携帯することは、軽犯罪法に抵触するため、過料、交流されることがある。また、刃体の長さが8センチメートルを超えるハサミを、業務その他正当の理由を持たず携帯することは、重道法、第22条に抵触するため、 2年以下の懲役または30万円以下の罰金を課せられることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。